ゆただ姿勢は、中華人民共和国の政治家。第8代中国人民政治協商会議主席。第18期中国共産党、中央政治局常務委員を歴任した。父は元第一機会工業部長のゆけい。妻の父は、元国防加工衣副主任の長新官で、大使党に属する。官族である。1945年4月5日に、 戦艦令変訓園案にて、初代天津市長で後に第一機械工業部長となった、ユケイの三男として誕生する。なお本籍は、石膏省商工圏である。1958年2月に、タダ姿勢が12歳の時に父は亡くなる。1963年に、ハルビン軍事工程学院ミサイル工程系、弾道ミサイル自動制御専攻に入学した。 1964年11月に中国共産党に入党。1968年にハルビン軍事工程学院を卒業し、河北省カルガング自治の工場に就職した。文化大革命期は、ユタダシ生一家も迫害を受け、ユタダシ生の妹を含む親族6.7名を失っている。1975年、第4。 機械工業部電子技術普及応用研究所に移り、技術院、工程士として勤務。1981年、同研究所副総工程士となる。1982年、電子工業部に入り、電子技術普及応用研究所副所長、コンピューター工業管理局系統、第二所所長、副総工程士兼マイクロ機管理部主任、計画士副市長を歴任する。 なお、1983年に、電子工業部長として、父の湯敬意の第一機械工業部長時代の部下で、ある、江沢民が就任しており、湯ただ姿は後に、闘争初期となる、江沢民と知域を得たことになる。1984年に、中国身体障害者福利基金会に移り、同会の責任者、副理事長、闘争生員となる。同僚の副理事長には、 当時の最高指導者である、東昌平の息子で、文化大革命で受けた迫害で、自身も身体障害者となった、東白木方がおり、豊田市政は、東白木方と信仰を深めた。1985年1月から3月にかけて、高科実業講師総経理代理を務める。1985年3月に山東省、延大市党委員会副書記に就任。翌年には、 実刑で当時国家安全部外事局長だったユー・ツヨ姿勢がアメリカ合衆国に亡命するという事件が起きた。ユタダ姿勢はキャリアを失いかけたが、当司き方と密接な関係を持っていたことから失脚を免れた。1987年には遠大市長を兼任する。1989年、同省陳太夫市に転任し、同志党委副書記、副市長。 市長を歴任した。1992年、三島省党委常務委員兼賃倒市委書初期、賃夫市長となる。同年10月の第14回党大会で、党中央候補委員に選出される。1994年に、賃夫市党医初期在職のまま、市長職を退任。市都委員会初期として、賃夫市のトップの地位にあった湯正市政は、賃倒ビールや、 ハイアールの家電を海外で最も知られる中国ブランドに育てるのに貢献した。1997年9月の第15回答大会で党中央委員に選出された湯田だしせは建設部に移り常務副部長、東組書記に就任した。翌1998年3月18日に主要期内閣の建設部長に任命される。2001年12月7日に 党中央の決定により、湖北省党委員会初期に就任した。これにより12月29日に建設部長を退任する。2002年2月27日、湖北省人民代表大会常務委員会主任を兼任。同年11月15日に、第16期党中央委員会第1回全体会議で、古近闘指導部が発足するという正し性は、同会議において、 党中央政治局委員に選出され、引き続き小北省党委書記、同省人大常務委主任を兼任する。翌年には、湖北省人大常務委主任を辞任した。2007年10月22日に、第17期一中全会で党中央政治局委員に再選。同会議で中央政治局常務委員会入りした習近平から、上海市党委員会書記の職を引き継ぐ。 上海市は引退後も中国政界に強い影響力を振るう江沢民の画帳であり、上海を守る湯正し性は江沢民一番のお気に入りとされた。上海市当初期在職中は2010年の上海万博を無事成功させるなどの功績がある。一方、58人が死亡した高層マンション火災で批判を受けた。2012年11月15日に 第18期一中全会が開催され、ユタダシ制と同じ大使党に属する習近平が、党総書記の地位につき、ユタダシ制は、党中央政治局常務委員に選出された。ユタダシ制は、新指導部内で、習近平を補佐する役割を担うことになる。しかし、ユタダシ制の政治局常務委員昇格については、政治局常務委員の年齢制限である就任時68歳に近いこと、 そして、実刑の亡命事件などから反対論もあった。しかし、上海罰の総帥である、江沢民や、湯田だし政と同じ大使党である、同志らき法の強い後押しで、湯田だし政は政治局常務委員として最高指導部入りを果たしたという。二0 1三年三月十一日に、中国人民政治協商会議第十二期全国委員会第一回会議において、 全国政治協商会議主席に選出される。ユタダシ製は慎重な政治スタイルをとっている。上海市等初期在職中の2011年6月、上海交通大学で講演したユタダシ製は、政治局委員の月給が1万1000元で、タバコも洋服も自分で買っていると製品差を強調した。また、2012年11月の 第18回等大会期間中に行われた記者会見では自分の子供に対して上海市の職員と市内の企業と関わることを禁じていると述べた。また自身が資産公開を求められた場合にはそれに応じるとも述べている。しかし所有している時計はスイスの高級時計メーカーであるパテックフィリップの最高級品で288万円のモデルを身につけている。 ABCDE、指導部最高齢の、大使党イコールユタダし聖上海市党委書記、中国新指導部時事通信、2012年11月15日付配信記事。ABC、情報ボックス、中国の次期最高指導部入りが、有力視される3候補の横顔ロイター、2012年5月23日付配信記事。AB、2001年中国重要日誌。 アジア動向データベース、2001年度版。2002年中国重要日誌、アジア動向データベース、2002年度版。A.B. 白山恵美、中国共産党大会権力闘争の全内幕、江沢民に巻き返された、胡錦涛と薄木広白井、毛沢東という亡霊、ウェッチインフィニティ2012年11月22日付配信記事。焼いた秋を、 政治協商会議は、大使党クラブ。産経新聞2013年3月11日付記事。関東証書キラ、資産公開いずれ必要、恩首相の報道には触れず、ロイター、2012年11月11日付配信記事。中国共産党幹部高級ブランド時計好き、多く4000万円超の例も、ニュースポストセブン。ありがとうございます。